ありがとうございます。これで取ってストックしてもらって暇な時にあげてもらうっていうスタイルで。今日のこれもストックで。そうストックでこうやってもらっていつかどっかで上がるかも。写真撮る。何回食ったんだ。これもううちの定番だよ。これはね。これはもう単品で出てきます。ここはもうはしょってもらって構いません。ああ、違うところ。牛乳と生クリームとトウモロコシを使ったミニオカドッグが、わさび汁かかってますよ、そのまま。お見事なものです。撮らないの。最高の仕事だな。別日のインサートできるみたいな。もう無くれて、混ぜてやるから。いや、これさ、塩いきたいですよ。フレンチの。だからそれが5日ですよ。5日取れた、取れた。だもう忙しいです。5日が塩で、6日がイベントで、で9月が生乳。8月もちょっとあの引っ越しなんですけど。鳥羽さんに確認したら、特別席で普通に用意し、席用意してくれるって言ったんで。5日は厳しい？はい。じゃあやめましょう。じゃあ、じゃあ別日で。すいません。はい。取れない。取れない。出してるやん。では失礼します。こちらがヒラメですね。で上には煮酒がかかってますね。日本酒の中に梅干し、かつお節、昆布を入れて2日間かけてこう煮詰めたものですね。でお刺身食べ終わった後、他のやつを仕上げて、仕上げてもはい、美味しかったと思います。いらっしゃいませ。はい。昆布少ししております。はい。お願いします。はい。めちゃめちゃタイムに。私に対して僕は責任取らなきゃいけないことです。なんか後半結構酔ったけど秋田さん、あ、なんか秋田さん港区も気になってる。はい、港区も気になってる。ホタテの日本でしょ、茶碗蒸しの上に何が反応するか混ぜていただいて出しような感じ。はい、失礼します。カツオですね。はい、失礼いたします。カツオ皮目を炙りまして、上には自家製の海苔醤油。これはお食べたい。お、ちょっと様子見てるなんか静か。様子見てますね。俺もちょっと様子見てる感じ。様子見たまま終わっちゃいそうなんどうせストップ出してるんだろう。得でしょ。ミルさん、お蔵入りになるから最悪サブチャンネル大丈夫ですか。あ、サブチャンネルもあるんですか。あるんじゃない。いや、もう一回他のちょっと有名な YouTuber の方とか知り合いの方とかやられてやって、僕はあんま群れないタイプ。なんか今、かっこよく言ったけど友達いないですけど。キャビアで半分ぐらい食べてもらって、その後ちょっと白身溶かして、中落ちは中落ちにやはり味を見ていただいて、その後混ぜ混ぜしてます。どうぞ。これあの、あれだよ。あれだよ、生で食べれるこう火を通したもんね。よしでもやっぱり。甘みがね。じゃあプリン巻きいきますんで、ちょっとよろしくお願いします。スナイパー撮影を。裏ごしして、カリッとしますね。あんきもたっぷりとんの、はい、でこちらですね、はい、あんきにはプリン体が多いので、うちではこちらプリン巻きという名前で、でこちらが、うちで始めたので、元祖と言いたいので、一昨年の12月に商標登録の方も、はい、プリン巻き、プリン巻き、はい、詳しくいただきました。で今からですね、こちら手巻きに作っていくんですけども、こちらから順番に皆様に、はい、作っていきます。本日一番の撮影ポイントとなってますので、写真撮っ
もしよろしければ、はい、ご提供いただけたらと思います。はい、じゃあちょっと今準備しますので、パッケージかかる。こなれてるな。わかりました。ツアーガイドみたいな。次の2名の順番します。4代目プリンマキ候補がいるんですよ。2代目と4代目、3代目はちょっと調子崩して倒れてますよ、はい、今日返したんです。ちょっといいですか、一緒に、はい、すいませんね、こんにちは、すいません完全ネタしかない。5代目までいるんですもん。後ろが使えないんですよ。大変だな、この人。大変なんですよ。みんな井上さんの背中を追っかけて。そう、そういうことですよね。では、失礼いたします。こちら、あん肝たっぷりプリン巻きです。では、このままパクリと早めしよう。失礼しました。失礼しました。恥ずかしいって言いながら帰ってきました。恥ずかしいって言いながら帰ってきました。すごい。この恥ずかしさの壁を乗り越えるんだ。では、失礼します。では、こっち。では、プリンターターのプリン巻きですね。はい、すごい。ありがとうございます。ね、パキッて言うぐらいがね、マイナーチェンジ。言うてるこっちが。すいません、こんな感じで。で、誰をお願いします。最近 やらしてるのが苦痛になってる。あ、いいですね。すごいね。本当ね。そうだよね。本当です。何人がいるんですか、お弟子さんって。うちの今社員が6で、今7月からもう一人だよ。求人募集で来るんですか。今そうですね、今募集かけたんです。財務も募集かけてくれて、仕事の話は返して、まだもうちょっと欲しいっすね。しょうがないです、そこ返すのが。フリーザさんに逃げるんですか。いや、フリーザに何社員でね。あ、そうなんですか。これはバイトっすよ。びっくりしたんだ。ぶち殺しますよ。いや、貸すことは言ってないから。バイトだけ待って。バイトだけ待って。そば用意。あ、そう。クローザーなんだ。ただ、あれフリーザをそばって。今日の雰囲気は決していいとは言えないですよ、なんか。フリーザ、今日は分かんないけど、空気的にはアウェイ、ちょっとアウェイだね。フリーザ、アウェイだね。まあ、その時は空気ってあるじゃない。最後振り切ると思いますよ。カメラ向けないから。なるほど。やる時はやる。めちゃくちゃ笑ってながら撮ったんです。すごいよね、毎回これやるわけで。第一部隊に。そうっすね。すごいですよ、新作の。心折れないですか。結構ね、結構あるんですよ、折れるとき。大崎さんで折れるんだから。まあまあ折れる、ね。スナイパーさんとか。四代目は完全に折れてる。まあまあ結構こうバーってやって、誰も写真撮んないとか。まあまあその時はまあ普通全部出すの普通なんですよ。ポーズとか撮るわけじゃなくて。まあまあちょっと心折れそうになりますけど。まあでもしょうがない、そういう時もあるっていうね。いろいろとこうジャムみたいなのを打つわけですよ、僕が。くだらない冗談を言って。それがもうなんかびっくりするぐらい、俺の腕押しみたいな時があるわけですから。聞いてない、誰も聞いてないのかなみたいな時があるわけです。さっきの知らないこと以外全部知ってますよ、ね、へーぐらい全部誰も突っ込んでくれないタイプ。それが全員の時は全員でこうへーくれてもらって、そういうのを結構3発4発1時間半ぐらいの間に繰り出していって、どこにも何も引っかからない回ってあるんですよ。見てるんですよ。例えばそういうの嫌いじゃないんだけど、初めてやって、ああちょっといじっていいのかとか、どういう感じなんだみたいな手探りのまま、このまま終了しちゃうわけよ。何事もなかったなんかのように終了しちゃうとかって。まあね、そういうことはしょうがないですよね。まあ、僕もね、こんなはずじゃなかったと思いながら、こんなもんじゃないとかって自分で思いながら、しょうがない。まだまだ修行が足りないと思って、そういう時も飲み込めればいいよ。で、できるようにならなきゃダメだと思って、まだ、はい、まだ修行が足りない。
一体僕はどこを目指してるんですか。芸人さん4代目が一番怖い人だ。勝手に襲名さ勝手にやられて巻き込み事故だよ。ひどいな。ナオヒロ君フェリーピンあるんですか。え、パックル新作って。パックル新作どういうことですか。パックル新作すごいパワーマウント。あ、今これからパクりたいなみたいな。あ、今最近パクったやつある。そんな最近はない。最近ね、なんかでもなんかやりたいなとかと思ってるのはありますけど、ユーザーさんとかで海苔を天ぷらにして、なんか上になんか中尾翔が来たことあるやってて、やったことはないですけど、まさみつでやってて、はい、あれ、中のことかですね。パクリとインスパイアーは、あ、そうそう、インスパイア、インスパイア、いいようですからそうですね、やっぱりこう、そういうのありますけど、桜松の時計、やっぱりこう、なんていうか、リスペクトしてからのインスパイア、そうですよね。だから美味しいと思って、うちでも焼いて、うちのお客様でも食べさせたいっていう気持ちからあったんで、別にその、パクリって言い方じゃないですよ、パクリじゃないですよ。許可って何言ったらしいんですか。極端に言ったらですよ、極端に言ったらですよ、許可って必要って話だ。まあ職業登録してないから。そうそうそう、してないし、大体料理って、まあ変な話だ、料理って基本だってみんないろいろなもののパクリじゃん。まあ、デッドマイ寿司だって、僕ら親方のパクリじゃん。うん、極端に言ったら、そういう言い方をしたらですよ。親方の仕事を覚えて、その店に入って、その店の仕事を覚えて、でも流れかけてパクるんですよ。言い方を悪くしたらですよ。すげえ言い方悪いんですならないわけです。例えばね、同じ魚でも油乗ってるやつ乗ってないやつなので、それによっても塩の加減とかも違うし、なんで真面目な話してるんですか。寿司屋みたいな。桜マスってまだあるんですか。全然聞いてないし。生で出すときは一回冷凍しなきゃいけない、うん、マイナス60度で止めてあるんですよ。なのでこう出したやつに使える。だから極端に言ったら時期関係なく出せる、うん、あ、そういうことか。そういうことか。今どちらかというと知らずのことですよね。はい、どうぞ。ごまふぐの白子ですね。ごまふぐごまふぐって今の季節、今の時期にギリギリある白子、最後の白子。どこのもんなんですか。どこの、日本人が全部取れない。いや、でも北海道とかではあんまり取れてないみたいで、でも結構日本だとどこでも取れるって書いてあったら、この前ウィキペディアで調べた。めっちゃ調べたんですよ。あの、どこで取れるんですかって聞かれた時に、基本はでもフグと全く同じで、こう九州の方から取れるようになってきて、こう暑くなってくるとだんだん東北の方に行って、今は山形とか、まあ、その辺まで行くらしいです。そういうのを皆さん聞きたいんですよ。私も言えないけど、そういう焼きたてで忘れる、気をつけて、はい、やってるわけじゃないですか。一緒に行ったのはそれでやって、別でもやってればいいじゃないですか。結構叩かれるんですよ。え、叩かれるんですか。僕はただこいつと一緒に食事してるだけなんですけど、あの近所の雰囲気的な感じで言ってるやついなくない。え、今日だとそうでしょ。 あれ言うてくない。でもやっぱり来てもらったら楽しい。やっぱり大事ですよ、ね。大事やったりっていうか、最初からこう、あ、来ましたよ。あ、ほら準備しとけよ。もう逃げれないんバイトだったら磯番のフリーザってそれから、何ですか、あそこにすげえ似てるみたいな。70分ぐらいですでも、何のモノマネをするかは分からない。まあ。フリーザ、シフトって。マジですね。しっかり油乗ってますね。効果ですか。効果です。進行やるんですか、また。やりますよ、進行。やっぱりこう、たくさんの話、楽しみにしてるじゃないですか。お店によってはね、進行は別にこうやる必要ないんじゃないかっていうところもいっぱいあるんですけど、でもどうなんですかね、進行って本当に好きなんですかね、なんか通ぶってるだけで。違うでしょ、
完全にそうだと思う。ですよね。本当に美味しいの。絶対小松の前で油乗ってるし。美味しいと思うんですけど、あでもやっぱり季節のものじゃない。まあまあまあ。やっぱりこう四季を楽しむっていうことで、やっぱり夏の新香って外せないよねみたいな。やっぱり人によっては新香食べないと、もうやっぱり、ね、夏の始まりじゃないよねみたいな。初めましてじゃん。いや、俺あるよ。心してるからね。自分の手緑のやつに赤いネギと言いまして、生姜と浅漬けを継ぎ詰めて作ったやつに、ちょっとニンニクみたいな香りがしたと思うんですけど、一切ニンニク入ってない、ネギの成分にアリシンっていう成分が入ってまして、そのアリシンっていう成分がニンニクと同じ成分なんですね。でそれを切り潰すことによって、アリシンっていう成分がニンニクみたいな香りに変化するんですけど、それもね、去年食べ行った四谷の行楽寿司安美さん大将に行ってました。そう、一緒にいましたよ。教わってきましたね。そうそうそう、はいはい、ふざけたこと大好きですね。これ塗ってるの何ですか？塗ってるの醤油ですか？醤油と醤油、お醤油とか生姜とかいろいろ入ってます。これは結構入っちゃう。これうまいです。ありがとうございます。そもそも投資するって酸味もあるんですよ。醤油もうちで作ってるんで、15分ぐらい漬け込んで、その後に使ってタレの中で動かせながら、ね、焼き上げます。